床改善ヨガ。まずは足を腰幅に広げて立ち、体の中心を感じて山のポーズで立っていきましょう。目を閉じるか伏し目にして呼吸を繰り返していきましょう。冷え性を改善するには、血行を促進して体の中から温めることが重要です。そのために筋力を使う立ちポーズが有効です。第二の心臓と言われているふくらはぎや太ももを使うことで血行を良くしていきましょう。ではゆっくりと目を開けていきます。まずは山のポーズから、少しずつ左足に体重をかけていき、右膝を曲げて右手で右足の親指をつかんでいきます。このまま安定を感じてきたら、体のコアを意識して右足を前方に伸ばしていきましょう。手で親指をつかんで伸ばすポーズです。体の中心軸を感じてバランスをとっていきましょう。吐く息でポーズからゆっくりと戻り、反対側も同じように行っていきます。今度は右足に体重をかけていき、左膝を曲げて左手で左足の親指をつかみます。安定してきたら左足を前方に伸ばしていきましょう。この時軸足を強く意識していきます。呼吸を繰り返し集中をしてバランスをとっていきましょう。吐く息でゆっくりとポーズから戻っていきます。次に右足を大きく後ろに引いていきましょう。両足を大きく開いていきますが、足先の向きは同じ方向に揃えて踏みしめます。両手を体の後ろで組み、息を吸って大きく胸を開き背筋を伸ばします。息を吐きながら体をゆっくりと前へと倒していきましょう。腕は気持ちの良いところまで倒していきます。下半身を強く使いバランスをとっていきましょう。プールボッターナアーサナです。足裏を強く踏みしめて、息を吸いながら上体をゆっくりと起こしていきます。両手を解放させたら体を横に向けていきましょう。足の位置や骨盤周りを安定させたら、息を吸いながら両腕を肩と同じライン上に持ち上げていき、吐く息で左の膝を90度に曲げていきましょう。戦士のポーズ2です。大きく呼吸をするたびに胸が開くように、指先を前後に伸ばしていきましょう。下半身を安定させ、お腹を引き上げたら、息を吐きながら左手を左足の外側に置いていきます。吸う息で右腕を遠方へと伸ばし、右のかかとから指先まで体側を気持ちよく伸ばしていきましょう。視線は天井方向へと向けていきます。体側を伸ばすポーズです。足の裏でしっかりとマットを踏みしめながら、息を吸いながら上体を起こし、吐く息でゆっくりとポーズから戻っていきましょう。反対側も同じように行っていきます。足先と上半身の向きを反対側に向け、両手を体の後ろで組み、息を吸って背筋を伸ばし、吐きながら上体をゆっくり前へと倒していきます。
甲骨を寄せ合うように両手を長く伸ばしていきましょう。下半身の力を強く使っていきます。息を吸いながらゆっくりと上体を起こしていき、両手を解放させ体を横に向けましょう。足の位置や骨盤の向きを整え、息を吐きながら膝を曲げて、吸う息で両手を肩の高さへと持ち上げていきましょう。戦士のポーズ2です。後ろ足の足裏で床を押し、お尻を引き締めるように意識していきます。息を吐きながら右手を右足の外側に置き、今度は左腕を遠方へと伸ばしていきましょう。下半身を強く使いバランスを取りながらポーズをとっていきます。体側を伸ばすポーズです。吸いながらゆっくりと上体を起こしていきましょう。吐く息でポーズから戻り、最後に両足を揃えて立っていきます。両膝を軽く曲げて足を組むように、右膝を左膝に乗せていきましょう。余裕があればふくらはぎまで絡めていきます。重心を低くし、下半身が安定したら胸の前で右肘が上になるように絡めていきます。意識を集中させ、両肘を顔の前まで持ち上げていき、キープしていきましょう。わしのポーズです。体の中心を感じながらしっかりとバランスをとっていきます。次の吐く息でゆっくりとポーズから戻り、反対側も同じように行っていきましょう。両膝を軽く曲げて足を組むように、左膝を右膝に乗せていきます。余裕があればふくらはぎまで絡めて、重心を低くしたまま下半身が安定したら胸の前で今度は左肘が上になるように絡めていきましょう。バランスを感じながら集中し、両肘を顔の前まで持ち上げていき、キープしていきます。下半身を強く使うことを意識していきましょう。息を吐きながらゆっくりとポーズを解放し、最後にシャバーサナになってお休みをしていきましょう。全身を緩めてリラックスしていきます。下半身を強く使うことでさらに全身に血液が流れ込んでいくのを感じていきましょう。これでレッスンを終わりにしていきます。